ね、ちょっとね、今日は模様替えしちゃったからね、模様替えをしちゃったんね、でいつもす。ここにいるもんな。そうだよね、ない。感覚が違うもんね。そうなただののぺたよ。んこ、ほら。たんぺたんこ、ぺたんこになっちゃった。たんぺね。たんこ。でもね、この方がね、コミュニケーション取りやすくなるから。ね。うん。ちょっと慣れてください、ハッピーさん。ね。ない。どうなってるの？ね。いつものが、ただの壁になっちゃったよ。ね。ソファーはこっちに移ったんです。ってなってるじゃん。すっごい、って顔してる。いつものお部屋だよ。どうなってるんだこれは。ほら。もうなんか、もパニックだね、ちょっと。う。はあはあしちゃった。ん。そうだよね。びっくりしたよね。びっくりしたよね。びっくりしたんだけど。ね。ちょっとこれで慣れようね。大丈夫？すん、大丈夫？あんまり大丈夫じゃない。でも大丈夫、頭角刈りになったから。あ、角刈りになった。ちょっと戻った。ちょっと落ち着いた。うん、よしよし。そうだね、ぺたんこからちょっと落ち着きましたね。ちょっといつもと見える風景が違うのよね。ああ、やっぱりここに来ちゃう。いつもの癖でここに来ちゃう。そうだね、いつものソファーここになっちゃったのよ。ね、だいぶ距離が近くなっちゃったんだよね。ハーハーしてる。そうだね、ハーハーしてる。の、る、ね、全然違うもん。自分の部屋じゃないみたいだよな。そうだよね、だいぶ模様替えしちゃったもんね。うん、目白黒さしてる。珍しいね。なんかやっぱ少しないかな。頭が繋がるようになってなりやすくなって。まあまあ食べなよ。それどころじゃない。もう食欲湧かない。それどころじゃないって。まあでも今までのハッピーだったら大体半日もあれば新しい環境に慣れてるから、まあいけるんじゃないですかね、ハッピーさん。ね、ちょっと今びっくりしたけどね。でもお腹ぺったんこだと呼吸がほら見えるね。うん。少めしめくりくり。ね。さあ、というわけで、じっくりこのお部屋に慣れてください。はい、じゃあまたね。